はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ちょっと猿翁メタについてお話をしていこうかなと思ってます。あの猿翁っていう、まあ、デッキがマスターデュエルにも6月の7日より実装されるんですが、このデッキめちゃくちゃ強いんですね。まあ、スネークアイとかと合わさったり、準構築とかされたり、鉄獣と合体したりとかいろいろあるんですけど、何せ強いんですよこのテーマで。まあ、やっぱりランクマとかをやっていく上でも皆さん結構たくさん当たると思うので、今日はねこの猿翁をどうやってメタっていくかっていう話をねしていこうと思ってます。はい、出世しましたよねガルドニックスくんの。これがねあんな強くなるとはね思わなかったんですけども、猿翁まずやっぱどういうテーマかっていうと、基本的には破壊を介して戦ってくるデッキですよね。まあいろんな自分のカードを破壊したり相手のカードを破壊して展開したり相手の妨害をしてきたりするっていう、まあそういうテーマになっていて、でまあ魔法トラップも強いし、展開威力もあって非常に強力なテーマであるというところなんですけれども、まずねやっぱり手札誘発的にじゃあどうやってメタっていくかって話ですよね。先行取られた場合の話なんですけど、まあやっぱりですね手札誘発で言うと、結構刺さるカードはいくつかあって、まずディメンションアトラクターですね。まあ、これ採用できるデッキ限られるとは思うんですけど、そんなにたくさんのデッキで採用できるわけじゃないと思うんですけど、まあ、エクソシスターであるとかクシャトリラであるとか、ああいうデッキであればスプライトとかも一応採用できますね。アトラクターはね結局その猿翁って墓地に破壊されて墓地を送られた場合に墓地からモンスター特殊召喚するみたいな効果結構多いので、ディメンションアトラクターで墓地をメタってあげればかなり展開しづらくなるんですよ相手。なのでアトラクターはめちゃくちゃ強いと思います。まあ、あとはやっぱうららですよね。単純に結構ねガンマとかはねなんか破壊しちゃうから、なんか手札からなんかいろんなもの出てきたりとかして、まあまあもちろんね弱くはないんだけどガンマも、まあ、うららとかの方が破壊しない分まあちょっと有効かなと思ってて、で何に打つかっていう話なんですけど、ハルうららを基本的にはですよ、基本的には孤島のサーチ効果に当てるのが一番いいと思います。まあちょっと諸説あるんですけどね、いろいろ皆さんもちょっとここに当てた方がいいっていう意見あったら教えてほしいんですけど、孤島に当ててあげると結局そのガルドニクスへのアクセスができないし、ガルドニクスが出てこないし、聖王の方の新しい方のね、こっちじゃなくて新しい方のガルドニクス出てこないし、まあ、これ、ね、孤島の、まあ、サーチ効果しかも1ターン1度なんで、ここに当てるのが一番いいのかなと。ポニクスとかに当てるとなんかワンチャン貫通されるし、まあ、スネークアイの効果にも貫通されたりするのでね。なので、まあ、うららは、まあ、孤島のサーチ効果に当てるのが一番いいのかなと思ってます個人的には。で増殖する字、まあ、もちろんこれ効きます。はい、まあ、もちろん止まられるパターンもあるんですけど、ガルドニックスとかの特殊召喚効果に当てるのが一番でかいですかね。聖王ガルドニックスっていう、モンスターが魔改造されたやつがいるんですけど、そっちの特殊召喚効果とかにその増殖する字をぶち込んであげると結構ね要は、2枚以上の特殊召喚を、刺してくれるしてくれるんで結構2枚くらいドローできるし、あとねこれ AO の弱点っていうかまあちょっと弱いところがあって、これねこっちのターンにもかなり展開してくるんですよ。もう手荒メンチじゃないけど、そのだトップドロー増字がちょっと間に合うところがあって、要は相手のターンになって自分のカード破壊して自分の墓地からバンバンわらわらモンスター湧いてくるっていうところで、だからね相手のターンだけじゃなくて自分のターンに打つ増字も結構強いんですよね、猿翁相手だと。なので増殖する字は打つタイミングによっては結構強いというふうに思います。またドロールはドロップコバーですね。まあちょっと刺さんないデッキもねもちろんねあるんですけども、これドロールを、まあ、例えばポニックスのサーチ効果に当ててあげれば、まあ、孤島でサーチされることがないと。だからウララを打つ前にドロールで止めちゃえばもう相手ガルドニックスサーチできないから、まあ何も展開できないということも起こり得るわけですよ。だドロールは結構強いと思う、 AO2 はね。でまた DD クローですよね。DD クローは、相手のガルドニックスの蘇生とかにぶち込んであげるとガルドニックス除外されて何も起きないっていうことがありますんで、やっぱこういうだからそのボッチメタだよね、ボッチメタの手札誘発は結構刺さるとは思います。でまあ、ちょっと面白いところで言うとこのファンタスミっていうモンスターがいて、まあ、結構今リンク環境だと思うんですよね。レスキューエースとかスネークアイとか猿翁とかって全部リンクモンスターを対応してくるんですけど、このファンタスミも採用することによって、これリンク召喚相手が出してくる と、2枚ドロー1枚捨てができるんですよ。でこれで例えば、まあ、増字とかうららを引いてくるとかもできるし、まあ、その要はメタ札をさ、引っ張ってこれるっていうこの2枚ドローでっていうのがあるんで、まあ、このカード自体がメタってるわけじゃないんですけど、まあ、まあまあ強いカードにはなってるかなというふうに思いますね。
はい、まあ、手札誘発だとそんなところでね、永続系のカード、ごめんなさい、大事なカード忘れてましたね。屋敷わらし、これめちゃくちゃ強いですね。墓地からモンスターを特殊召喚する効果とか、墓地からカードを回収する効果、これ全部無効にできますので、まあ、手札誘発だと、まあ、わらしとかは非常に使いやすいカードじゃないですか。別に炎王以外にも刺さるんでね。なんで、まあ、これはね、結構ね、採用検討は割と優先的にしていいカードなんじゃないかと思ってます。はい、すいません、忘れてました、紹介し先行取れた場合ですよね。基本的には永続系のカードって例えば、まあ墓地メタであるネクロバレーとかね、次元の裂け目マクロコスモスみたいな、そういうカードはこの墓地メタね、これは刺さります。刺さるんですけど、これ実はね、弱点があって、 AO ってポニクスがいる場合、ポニクスから、AO 神殿賞っていうカードがあるんですけど、それをサーチされるんですよ。で、神殿賞っていうカードが一応その AO をコストにしながら相手のカードを破壊できるっていう効果があって、だから永続系の効果って意外と神殿賞で割られちゃうんですよ。だから、カシーは禁物、まあ、ポニクスなきゃ結構、何聞くことはあるけど、まあ、そうは言ってもね、意外と笑えることがあるから、永続でメタルっていうのはなかなか難しいところがあるかもしれません。はい、で、先行でセットできるカードとしては、コズミックサイクルも結構強くてですね、まあ、結局その孤島のサーチ効果を止めればいいんですよ。はい、相手のこの孤島のサーチ効果、孤島をコズミックサイクロンで除外してあげるっていう、これね、コズミックサイクロンじゃないとダメな理由は、サイクロンとかでもダメなんですよ。これね、炎王の聖域っていうカードが、その孤島を破壊から炎属性を肩代わりさせて守るっていう効果があって、これがあるので、だからコズミックサイクロンの方が基本的にはいいと思う。まあ、除外だからね、対象には取れるから孤島を、なので破壊じゃない方法で孤島を除去してあげるっていう意味では、コズミックサイクロンも結構強いと思います。あと、そもそもね、発動させなくするっていう英語新天章さえも発動できなくなるんで、まあ、魔封じの方向は結構強いとは、思います。これをまあ先行で、まあパカっちゃうっていうね、まあ、それも結構メタクだとしては優秀ですね。で、手札誘発、まあ、みたいなとこあるんだけど、この拮抗勝負もまあまあ効きますね、英語には。まあ、もちろん墓地を除外できないので、拮抗勝負はフィールドだけしか除外はできないんですけども、一応拮抗勝負も、まあ、相手のフィールドのカードを裏側で除外できるので、まあ、結構効きます。スネークアイとかレスキューには結構効きますし、ね、環境割と拮抗勝負今割と強いのかもしれない、もしかしたらね、うん、っていうところですね。で、これはね、 OCG のねサイドデッキとかから入ってくるカードになってくるんですけど、魂の解放っていうこれ実は AO メタとしてめちゃくちゃ優秀で、自分が相手の墓地のカードを合計5枚まで対象にそのカードを除外するっていうね、ガチでやばい効果あるんですよ。5枚除外ですからね。これ墓地リソースたんまりあるんですよね、炎王って。まあ、キリンが落ちてる、ガネーシャ落ちてる、トガ姫が落ちてる、で、ポニクスも落ちてる。もうほんといろんなカードが、墓地に落ちてて、その墓地のリソースを使って展開してきたり、妨害してきたりするんですけど、これをすべて除外するっていうね。これ後手一発目に、これぶち込むと、めちゃくちゃ強いので、まあちょっとメインデッキ戦だからね、マスターデュエルは。ちょっと採用できるかと言われると怪しいんですけど、まあ、結構強いとは思います。はい。あとは、墓守りの刻印ですね。まあ、今、このデッ、カードを採用してるデッキ何があるんだみたいな、メタビくらいしかねえんじゃないかって話あるんだけど、一応メインフェイズエッジ開始に発動できて、その墓地のモンスター特殊ができないっていう、あと墓地のカード効果発動できないっていうね、そういうね、クソメタ効果があるんですよね。はい。まあ、墓守りデッキ使ってる人多分いないと思いますけど、まあ、一応こういうカードもありますよということでご紹介だけさせていただきました。で、炎王に強いテーマってどんなのがあるかなっていう、話なんですけど、まずね、思いつくのはやっぱり破壊耐性とかが、あるテーマ。例えばですね、まあ、ホルスですね。ホルスは、この王の棺が存在していると、ホルス自身は対象としない効果で破壊されないので、なんかそのキリンの、爆破効果とか、ああいうのでは破壊されませんし、あと、ホルスモンスターたちがね、なんかそのフィールドのカードを破壊してると、なんかそのブチ切れてなんかいろいろ起きるじゃないですか。ホルス、特にその、墓地メタとかも存在してるんで、あれ関連カード見えじゃないですか、これとか、はい、ハーピさんとか、この辺が、結構強いんでね。だこういうモンスターは割と優秀かなと。まあ、ちなみに、ホルス自身もガルドニクスエタニティ出しに行ったりとかできるんですけどね。ちなみにね。はい、ホルスもガルドニックスエタニティを出せます。で、
あとはその破壊されても大丈夫っていうデッキ、まあ、ティアラメンツとかですかね。ティアラメンツはちなみに墓地肥やして、その石津系のカードですよね。ムドラとかケルドーとかも落とせるんで、この辺のこれとかもね結構強いと、思います。まあその単体で入れても大して強くないけど、やっぱティアラメンツって結構墓地を肥やすテーマなので、まあムドラとかケルドーとかが結構落ちやすいと思うんですよね。はい、この辺も一応まあ、非常に強力な墓地メタになってくるかなっていうところで、あとティアラメンツの魔法トラップカードとかっていうのは、まあ、破壊されても、まあ、効果が起動できると。でしかもこいつらは破壊されても戻ってこれるということで、まあ、ティアラメンツはねかなり、熱いテーマになってくるかなというふうに思いますね。はい、まあそんな あと破壊がねすごいね強そう破壊されてもやっぱ結局リクルートができるじゃないですか。破壊デッキって基本的にその課金モンスターで破壊されてもね全部リクルート入りますし、あとリトルナイトが簡単にね出しやすいですし、テーマとして、でしかもアルハ、アルハじゃねえ、ラギアか、ラギアは相手のフィールド上のモンスターを素材にしてリンク召喚できるとかいうこともありますので、この破壊を返せないね素材として、結構強いので、まあ、これなかなか強力なカードになってくるかなと。で、まあ、そのリトルナイトはめちゃくちゃ強いので、まあ、もちろんその炎王が使ってくるパターンももちろんあるんですけどね相手がリトルナイト出してくるパターンももちろんあるんですけど、こっちが使うリトルナイトは相手のカード除外できるんでね、墓地のカードメタれるんで、まあ、めっちゃ強いっていうのと、これですね、サロス・エレス・クルヌギアス、これ結構強くて、これはリンク召喚する場合相手のモンスターリンク召喚できるっていうその除去方法が破壊を返さないんですよね。でこれめっちゃ強いっていうのと、あとリンク召喚した場合表表示モンスター全部無効にできるっていうのも、まあ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 っていうのと、それからそのこのカードを対象とする効果以外の、相手が発動し効果を受けない、要はキリンとかでは、破壊されないし、あと3番目の効果ですね、一旦に墓地からモンスター特殊召喚する効果を含む、魔法トラップモンスターの効果を無効にできますと。だから結局その炎王って墓地から蘇生する効果が、まあ、結構強いんですけど、これを無効化できるんで、クルヌギアスはリンク素材にして除去した上で無効にできるんで、これめちゃくちゃ強いんですよね。だからまあ出せればね、マスカレードとかから相手のターンに出せればかなり制圧力は高いんじゃないかなというふうに思います。はい、個人的にはなんかティアラメンツ割とあっちいいから乗ってて、まあ、次の DC なんかティアラメンツ VS 炎王みたいな、なんかそんな感じの環境に なってきそうな、なんか雰囲気感じるんだけど、どうだろう。まあレスキューエースとかもいるけどね、もちろんね、うん、っていう感じで僕は捉えておりますが、皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひね、こんなカードも相性いいとか、こんなデッキは結構強いとか、まあ、そういうのがあったらぜひコメントで教えてください。はい、どしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。